チャオ、こんにちは、スクです。回転ハント続きやっていきます。反対です。え、何が？いきなり反対ですとか言われたんだけど、え、前回の動画の続きなんだっけ。確か無免許で森を使って魚を捕まえちゃったから、捕まっちゃったんだけど、街で困ってる人を助けたら許してあげるよっつって、まあ何人か助けて許してもらったんだよね。で、いきなり反対ですってどういうこと？ん？ああ、別の人の話だったんだね。おじさん、主に挑むなんてまだ早いよ。パパは反対です。ああ、そういえばなんか海の主みたいのが近くにいるとか言ってたな。父さんが何を言おうが、もう僕は決めたんだ。おお、挑みに行くのか。ああ、泳いで行っちゃった。待つんだ、宝。なんだ今の。主に挑むとか言ってたな。あ、もしかして今の男の子も祠に行ったんかな。祠に主がいるんだね。うお、俺らも負けてらんねえな。お前が戦うわけじゃないからって気楽に言いすぎだろ。つけた、早く祠行こうぜ。はい。もう行かざるを得ない感じになっちゃってんだ。よし、じゃあ行くか。こっちの方は？このおじさんにちょっと話聞いてみるか。あれ、話聞け、あ、話す。ああ、行ってしまった。それだけかい。もっとなんか話してくれよ。つかな。なにこのでっかいお魚って。あ、依頼の手紙を読んでくれたのかい？チョウザメを3匹持ってきたら声をかけてよ。ああ、依頼主か。そういえばなんかいろいろ頼まれてんのか。とりあえず倒してみる？今エネルギー満タンだから倒せるっちゃ倒せるんだけど。ほっか。うわあ、すげえ外した。ほっか。ほっか。うわ、やべ、すっげえ外した。ほっか。これど真ん中で当てんのむずいんだよな。でもど真ん中以外は全部体力減るからね。急戦。一時急戦ってな。もうハントした後だけど。面白くないダジャレだった。こっちでいいのかな。お、お宝があるぞ。おわー、なんかすげえいっぱい入ってた。やった。ここ？ここにいんの？なんだこいつ？ん？誰だお前ら？怪しい奴らめ。いや、お前こそ誰だ？僕は祠を守りし、アルソク兄弟の四男。アルソックってあんた警備会社の人ですか？この祠は主様がいらっしゃる。とっても神聖な場所なのだぞ。え、さっき男の子が挑みに来たのはどうなったんだ？用のない奴が近づいていい場所ではないのだぞ。え？主様に会いに来たの？で、では、お前に試練を与える。あ、会わせてくれんの？本当に主様に会うのにふさわしいものか。試させてもらうのだぞ。試練って言ったって何すりゃいいんだ？簡単だ。捧げ物を持ってくるのだ。なんだよ、それ。お使いかよ。捧げ物、食べ物とか？あ、それならさっきもらった。これとかどうだ？あー、ポテチピーマン味？それは、ポペチピーマン味。ジュルリ、好きなんかい？な？ジュルリ？は、良いものを持っているではないか。では、このポペチはいただこう。もらうんかい。しかし、主様はグルメであらせられる。これだけではきっと満足なさらぬのだ。いや、今のお前が食うつもりだったの、絶対。そこで、ポペチタイヤ味。ポペチドリアン味。あ、ドリアン味は持ってない。ポペチ臭い味。いや、地獄やん。臭いやつやん。この三つも持ってくるのだ。聞いたことない味ばっかだな。そうであろう。主様は舌が肥えておられる。そんじょそこらの食べ物では満足なさらぬのだ。あ、そうだ。僕はとっても親切なので、ポペチのありそうな場所を教えておいてやろう。おー、親切。マップに印をつけたのだ。迷ったらマップを見るがいいのだ。さあ、さっさと探しに行くがよいのだ。はい。ここでガイド印とはお別れです。え、マジで？ここからは右上のマップの印を見て進めてくださいね。マジか。
ちょっとあれだな、俺が邪魔だな。ヌコスコスクのちょっと顔が邪魔なんでずらす必要があるね。ちょっとずらしとこう。よし、じゃあ探しに行こう。ここの上、上ってどうやって行くんだ。こっちから行けるっぽいぞ。こっちからこの土管に入って、あ、見たことない魚がいっぱいいる。捕まえよう。よっ、よし、よっ、ちょっと遅いか。よっ、あ、ちょっと早い。よっ、あ、くそ、ど真ん中一回も行けないな。ほっ、なんだこれは。ハコフグ、あ、フグなんだ。こいつ泳ぐの苦手なんだって。一丁俺が教えてやるか。そうして、よし、次のやつ行こう。ピキーン、ほっ、ほっ、ほっ、うわ、外した。ほっ、ほっ、ど真ん中じゃないのかよ。やべ、俺の体力がもうない。あー、体力尽きた、マジか。じゃあちょっとこのチケットで回復使っちゃうか。よっ、よっ、一回もど真ん中いかないんだけど、マジかよ。ほっ、くそ、ほっ、マジ、ほっ、ほっ、うわ、すげー体力減った。ベニキツネベラ。キツネ？お、レベル上がった。レベル7やったね。赤、白、黄色。どの魚見ても綺麗だな。はい。はい。あれ、ちょっと待って。あ、ここ開けなくちゃいけないんだ。魚を売ればいいんだな。いけすに魚がいっぱいいるから、これ全部売る。それでも583円にしかなってない。マジか、足りない。うわぁ。じゃあ魚捕まえまくって売りまくんなくちゃいけないのか。マジか。あ、でもこっち行けるぞ。こっち行ってみる？なんかあるかもよ。テトラ浅瀬。また釣り針があるの。あ、引っかかれない。うわ、こっち見たことない魚ばっかだ。どうしよう、体力40で倒せるかな。じゃ、小さめのやつ行ってみようか。よっ、よっしゃー、よっ、うわ、やべ、すっげー外した。よっ、やべ、やばい、よっ、やっべー、よっ、やばい、次ミスった、死ぬ。うわー、ミスった。ちょっとチケット全部使っちゃうのもったいないかな。使っちゃおう。よっ、おし、倒したぞ。メバル。メバルって聞いたことあるよ。美味しい魚じゃん。目がでっかいからメバルなのかな。そうじゃない。今の魚そんなに強くなかったぞ。他のも行ってみようか。こいつレベル、ちょ待って、ミスった。レベル13だって。マジかよ。うわー、すげー外した。むず、やばい、これはやばいぞ。体力こっちの方が少ない。やばい、めっちゃ外した。うーわ、めっちゃ外した。やばい、これ無理だ。あー、体力なくなった。復活のお守りで回復。いや待って、広告を見たら回復できるんだって。うわー、ちょっと広告見てきます。よし、復活した。ほっ、復活したはいいけど、うわー、ちゃんと当てないとまたゲームオーバーになっちゃう。よっしゃー、やった。あと1匹。よし。うわ、これど真ん中当てんのマジむずい。うわ、なんかすごい綺麗な魚。ちょ。レベル8、やったね。ホクロヤッコ。クイーンエンゼルフィッシュとも呼ばれるんだって。女王様だぜ。そうだね。しゃー。まあ、それはいいんだけど、あ、ちょっと待って。ここにありそう。あった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 。ポペチ、草や銃拾った。なんで落ちてるん？あと、釣りしてる人多くね。ラッキー。よーし、オッケー。なんか話しかけられんのかな？釣りしてる人に。あ、話せる。釣りとは、いわば、お魚との心理戦。お魚の気持ちになれば、おのずと釣れるものなのだ。わかったか？わかったら、少し離れてくれるか？
お魚が逃げてしまうだろう。確かに。すいませんでした。あ、でもエビあるよ、エビ。調べる。うめえ、釣られた。あんた、拾い食いばっかしてるといつかお腹を壊すよ。すいませんでした。こんなことになっちゃうんだ。よし、じゃあまた捕まえたことないやつ行ってみよう。レベル11。うわ、ちょっと高めだな。ほっか。ほっか。今のど真ん中だろ。ほっか。ほっか。ほっか。よっしゃ。ほっか。ほっか。よっしゃ、やったぜ。ちっちゃい。なんだこれ。アイナメ。アイナメって聞いたことあるな。舐めてんのか？はい、ごめんなさいだぜ。ちょっとよくわかんないですけど。うわ、あと、2種類、3種類。うわ、いっぱいいるな。いっぱいいるな。ちょっとまだ体力が半分ぐらいしかないから、一旦やめとくか。他のところを探しに行こう。ここは、そうだ、お金を貯めなくちゃいけないんです。今のイケスのやつ全部売ったらいくらになるの ?400 か。いや、足りないな。ここお金もらえないのこれ。あ、広告見ると800もらえるんだって。マジ？もらう？ちょっと今はやめとくか、一旦。ここにです、倒してみよう。レベル8だ。いい感じかもしれない、もしかしたら。ほっか。うわ、むずい。ちょっと待って、むずいんだけど。ほっか。よっしゃー。ほっか。うわ、むずい。ほっか。くそ。ほっか。よっしゃマスクドパファー。変な名前。本当にマスクしてるみてえだ。面白え。ちっちゃくてよくわかんなかったね。ちょっと待って、ここにもう一匹いる。戦ってみよう。レベル11。強いぞ、こいつ。よっ。よっしゃよっ。よっ。ど真ん中ちゃうん。うわほっ。やばい。ほっ。よっしゃー、あぶねー、今ミスってたら失敗してた。連天やっこ。グラデーションが綺麗だな。青空、夕焼け、朝焼けみてえだ。ほんとだ。ほんとにこんな魚いんの？連天やっこ。ちょっと後でググってみよう。写真見たい。ほんとにいるんだ、こんな綺麗な魚。マジか。ちょっと体力が今全然なくなっちゃったから、他のところ行ってみよう。こっちは？こっち、あ、横行けるね。こっちの方にないかな、こっち。ないか。あのびっくりマークってなんだろう。ちょっと行ってみる。黄色いびっくりマークはなんだか気になるな。あ、なんか、あれか、依頼の人か？この人？ここは賑やかで、ブチ楽しいところじゃね？ブチって何？私は海底2層から旅行に来たんじゃけど、ここで地元のコーラルシティの家族に、余計お土産を買って帰ろうと思っちゃるんよ。はい。小腹が空いたの。あら、依頼の手紙を読んでくれた。マンタを2匹持ってきてくれたら。そっか、依頼をクリアしたらお金もらえる可能性あるな。マンタとかどこにいるんだ？この岩どけるのに1万6000も必要なの。全然足りないんですけど、お金。うわぁ、全然ダメだな。ちょ、他行こう。魚を捕まえなくちゃダメか。マンタってどこにいるんだ？ここら辺の捕まえてみる？今体力27か。ちょっともう少し回復させた方がいい気がするんだよな。あ、宝箱だ。広告を見ると宝箱が開きますだって。じゃあ、見るか。おー、なんか色々もらったけど、これは回復もあるのか？なんか、小さい瓶みたいなやつは飲み薬かな。回復しそうな気もする。え、どうやって飲むのこれ。アイテムか。回復。え、回復アイテムありません。ガーン。
バトル中使うと森ゲージの範囲が少し広がる。へえ、そんなんいらねえ。回復が欲しいんだよ、回復が。まあ、とりあえず、今体力46まで回復したから、ちょっと行ってみる？マンタとかってどこにいるの？ちょっと待って、こいつ早いぞ。よっ！むずい。よっ！よっしゃー！よっ！よし、倒したー。ブラックオセラリス。名前も見た目もクールな魚だぜ。俺もかっこよくなりてー。いや、お前はそのままでいいよ。亀は亀のまんまがいいね。ちくわ、ほっか。ほっか。むずい。ほっか。いえ、今の真ん中だろ。よっか。遅かった。あ、でも倒した。よかった。スパイニー、ちょ、読めない。レベル9、やったね。スパイニークロミス。夫婦で仲良く子育てするお魚なんだってさ。おーし、こいつも捕まえたいとこだけど、今体力がな、12しかない。あ、船漕いでる人いる。フグおじ。君、フグって知ってる？知ってるけど。うふふ、おじさん、フグが大好きなんだ。あ、もしかしてフグあげたら高く買い取ってくれるとか、そういうことあるのかな。まあでも、魚全部売っちゃってるから、今、ない。今、フグいない。あ、フグいるよ、ここに。こいつ捕まえる？体力18でいけるかな？無理な気がするんだけど、ちょ、行ってみるか。レベル3だ、低いぞ。ほっ！よっしゃー！お、一発！やったー！ハリセンボン、あ、フグじゃなかった。ハリセンボンってフグじゃないよね、多分。じゃあダメだ。こいつは？じゃあこいつもレベル低かったらいけるんじゃね？レベル10。うわぁ、微妙に高い。よっ！よっ！やばい！体力がない！やばい！よっ！あー、なくなったー！ちょっと広告見てきまーす。よーし、復活！よいしょ！うわ、むずい！レベルが、おっしゃー！ど真ん中！よいしょー！レベルが高い魚は多分的が小さくなっちゃうんだね。リュウグウベラ。何それ？何色使ってんだ？目がチカチカしちゃうぜ。ほんとだ。この魚もめっちゃ綺麗じゃん。これも後で調べて写真見てみよう。ていうかさ、欲しい魚が全然捕まえらんないんだけど。マンタとかどこにいんの？ハリセンボン。これマンタ？よっ。よっ！よっしゃ！よっ！よっしゃ！よっ！違うな。クラリオンエンゼル。ハロウィンカラーなお魚だな。お菓子くれねえかな？まあ確かに今ポテチ探してるからね。ポテチくれたらいいんだけど。ここなんだ？ここにタイムカプセルを埋めたよ。絶対に掘り返さないでね。掘り返せに決まってんじゃん。掘り返された跡がある。クソ、さっき越された。てか上にマンタいる。これ絶対マンタじゃん。倒そうぜ。よっ。え、ちょっと待って、的がめっちゃ小さい。マジ？よっ。やべ。やべやべ。よっ。よっしゃ。よっ。クソ。よっ。よっしゃ。うわー、でも倒せた。よっしゃー、やった。これ絶対マントじゃん。でっかいエイの仲間だな。マントみたいなヒレがかっけーぜ。ほー、でもさ、確かこいつ3匹捕まえてきてくれとか言われてたっけ。あ、ここ行ける。お金ちょうど500あるよ。こっち行ってみよう。イエーイ。なんだこれ、隅の海域。カニがいっぱいいそうだな。カニっぽい。ここだ、誰かの家なん？僕の家。僕って誰だよ。入れんのこれ。え、誰？僕？留守番の子。ハロー、僕、お留守番してるの。暇だからたくさん本を読んでるんだ。面白いことが書いてあったら教えてあげるね。僕、ずっと暇しているから。冒険に疲れでもしたら、たまに会いに来てよ。はい。本棚の上で本読むのか。いいけど。お、これ調べられる。漫画だ。漫画がある。読みますか？読んでみようか。ペラ？うおー！俺たちの旅は、これからだ！終わっちゃったよ。
行くぞー。冒険はいつまでも続く。漫画はそこで終わっている。最終回じゃん。絶対最終回じゃん。〇〇先生の次回作にご期待くださいって感じで終わっちゃうやつじゃん。よし、じゃあ続きはまた今度にしよっかな。ちょっと適当に捕まえたことある魚をいっぱい捕まえてお金稼いどこうと思います。続きが気になる人は高評価ボタンポチッと押して応援してってください。次回お楽しみに。それじゃまたね、バイバイ。お金が足りねー。